はい、皆さんこんにちは。サキッチョナース滝です。今日はね、久々の下着紹介をしていこうと思います。まあね、そろそろもう12月も半ば、もうすぐクリスマスですよ。で、まあね、私も何も予定がない、予定入りそうな予感もないんですけど、まあ、まだね、諦めてないですよ。はい、なんで、まあ、今回はね、そのクリスマスにちょっとふさわしいね、下着を買ってみました。最近ね、あんまりこう新しい下着をこうお出迎えしてなかったんで、ちょっとね、新調がてら、ちょっとクリスマス意識してね、ちょっと買ってみました。まあね、クリスマスちょっと前日ぐらいまではね、粘ろうかなと思うんですけど、まあ、今んとこほんまに予定ない。どうしよう。って感じなんですけれども、まあ、まだね、その望み捨てるのもったいない。前日ぐらいにね、ちょっとこう、もしかしたらお誘いあるかもしれんし、まあ、多分 99% の確率でないんですけど、まあ、今回はね、そんなこんなで下着紹介やっていこうと思います。今回は、ピーチジョン、皆さんね、聞いたことあるかもしれないんですけど、まあ、そこのね、下着を3着購入したので、紹介していきます。はい、じゃあ1着目はこちらの、ナイスバディブララズベリーっていう色ですね。はい、でこれね、めっちゃ可愛くないですか？どう？つけてみたんですけど、メリハリがすごい出るの。そう、さすがナイスバディブラというだけあるなって感じで、私ピーチジョンの下着大好きなんですけど、何が好きかって、すごいね、パッドがもちもちなんですよ。そう。で、これ見てもらえたらわかるんですけど、ここがすごいこう分厚くなってて、で、ここはね、パッと薄めなんですよ。なんで、この下からね、ぐっとこう胸を持ち上げてくれる感じが、もうすごいこう谷間もできて、綺麗なこうボディラインというか、ボディメイクしてくれるので、すごいこう胸がキュッて上向きにね、なったように思うので、まあ今日着てるようなね、こうタイトな服とか、そういうのを着るときね、すごいありがたいです。高乳っていうのかな、高胸っていうのかな、そう、になれる、まあブラですね。結構やっぱブラって大事で、本当にこう機能性がさ、弱いものだと、毎日のことだから、こう下にね、こうバストが垂れてきたりとかするんだけど、自分に合ったサイズちゃんと選んで、しっかりこう肉も寄せてくれるようなブラって理想なんですけど、これもね、本当にこう、ここも結構厚めになってるんで、しっかりこう脇肉をね、横からこう寄せ集めて、こう谷間にしてくれるっていうね、めちゃくちゃ万能ブラです。結構なんか森ブラって言われる、結構バストをね、より大きく見せるようなブラって、このね、ワイヤー部分がすっごい硬かったりとか、あともうここがね、キツキツだったりして、もう一日中つけるの本当に苦しかったりするんですよ。なんですけど、結構ピーチジョンのものって、しっかりホールドしてくれつつも、このワイヤーがソフトなんで、一日つけても全然こう苦しくないというか、快適につけれるブラになってますね。はい、でね、そのセットのショーツとして、こちらのショーツですね。で横もね、結構細めの紐になっているのでこうスタイル良くというかね、見えるんじゃないかなと思います。でしっかりね、この前もね、ちょっとレースになってて透け感あってすごい可愛いなって思います。こう色味もね、もう真っ赤っかとかさ、こう真っピンクではなくて、ちょっとこうくすみピンクとボルドーみたいな感じの色なので、こうね、奇抜すぎずでも控えめすぎずっていう感じで、めちゃくちゃ色もね、可愛いなっていう風に思います。はい、じゃあ次2着目はこちらの、ミラクルブラのホワイトですね。はい、でね、私あんまりこう白色ってこう普段つけたりとかしないんですけど、まあね、前の下着紹介で結構男性人気白高いなっていう風にちょっと勉強させてもらったんで、ちょっと今回はね、珍しく白買ってみました。まあね、クリスマスっぽいっちゃっぽいのかな、ちょっと冬っぽいっちゃっぽいのかなとかで、ちょっとね、これつけてみたんですけど、さっき紹介したものよりもあんまり正直漏れなかった。で、私はそんなバストが大きくはないので、結構ね、こうすぐ横に解散って肉がさ、こう行っちゃうのよ、外に。だからちょっとね、これはこう横がレースっていうのもあって、ちょっとホールド感っていう面では、さっき紹介したナイスバディブラよりはホールド感は弱いんですけど、でもこれは何が良かったかって、こうつけ心地がすごいね、さっきのと比べてちょっとパッドも薄くて、これすごいワイヤーがグミワイヤーって言われる、ぐにゃぐにゃね、こう曲がるような
ワイヤーになってて、よりこう楽につけていられるというか、そういう感じになってたので、で普段ね使う分には全然私はいいかなっていう風に思いましたね。でこれ見えるかな、なんかこのブラホックがちょっと特殊で、私もこれ今まで見たことない感じのブラホックだったんですけど、ね、なんかここに矢印がついてて、ここが蝶々っぽい感じのね柄になってるのね。ちょっとね、あの男性側からすると、あれちょっと新種のホック来たみたいな感じでちょっと戸惑うかもなとか思いつつ、ちょっと私もね見てたんですけれども、まあこんな感じでね、ホワイトは純白な純粋な感じですね。でこれとセットのものがこのねホワイトのソーレースですね。もうこれは本当に後ろももうスケスケっていう感じで、セクシーなね感じの下着になってるんですけど、まあ、すごいねホワイト可愛いですね。そう、なんか私もちょっとホワイト初挑戦だけど、ちょっと今後もね買っていこうかなって思いました。でこれ男性諸君ちょっと一個だけ聞いてください、あの女子の下着見てくださいね。なんかねこれ結構極端だなって思ってて、めちゃくちゃちゃんと見る人はしっかり見るんよ。見ない人本当にもうポイ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 って感じで、いやもう本当今日スポブラでもよかったんじゃねとかね、ちょっとこう頭の中でやっぱ思っちゃって、こう見てくれない男子にこう当たりすぎたら、こう本当にね女の子って多分もう最終行き着く先スポブラですよ多分スポブラでもまあいいやとかさ、ユニクロのあのシームレスなんていうんかな、ブラトップみたいな、もうあんなんでいいかなとかちょっと思っちゃいますもんね正直。でもさ、やっぱその中でもやっぱ褒めてくれるね人もいるから、やっぱ女の子はさ結構頑張るわけやん。そうだからちゃんとね女の子の下着絶対に褒めてあげてください。でそういう時に限ってさ、トイレとか入った時にちょっとこう確認するじゃないですか。で自分もちょっとこう抜けてて、わやばい今日スブラやとか、わ今日なんかとブラトップみたいなんで着てもったわどうしようって思った時に限ってちょっと見られそうになるっていうね、あの女子からしたらちょっと冷や汗ものなんですけど、あのまあまあまあ、あの女子がちょっとあの自信満々な顔してる時はだいたいちゃんとしたブラつけてますから。そうでもあんまりこう見ないで見ないでみたいな感じだとガチでスポブラな可能性あるからちょっとそこら辺のねちょっと見極めもちょっとしてほしい。いやこれちょっと難題かな。じゃあね最後3つ目いってみましょう。3つ目はもう私これ大好きな色です。これもナイスバディブラのミスティブーケのボルドーです。私デザインがねすっごい可愛くて、ここにねチュールがついてて、でこの真ん中にねストーンが1個コロンってついてるんですよ。そうでこれ本当にねめっちゃもう私見た瞬間は絶対これにしようって思いました。これもねすごいつけてみた感じ谷間めっちゃできましたやっぱ結構さ、どんぐらいこう谷間を作ってかつどのぐらい維持できるんかっていうのをめっちゃ重視してるんですよ。だからその時は漏れて、あいい感じって思っても、それがじゃあ5分10分1時間って経った時にだんだんさこうお肉がダダダダダってこうさ解散解散解散ってなっていくとさ、もうそれそういう時にはさもうここら辺スカスカやんみたいなこともやっぱあるわけですよ。だけど、まあ、このブラはね結構長時間こうホールドしてくれてたので、胸の大きさにこう自信がないっていう女の子はこの今紹介した1個目とこの今持ってる3個目のブラ、ナイスバディブラっていうのはすごいいいんじゃないかなって思います。で私もめっちゃお気に入りで、このセットになってるのがこちらのショーツになります。これもねこうお尻の部分の横がレースになってて、こう真ん中はねこうつるんとした生地になってますね。で前もしっかりね透けないようになってて、で上だけねちょっとこう透け感のあるあのレースになってます。これもめっちゃ可愛い。これセットで着たらほんといい感じよね。うん、これどうかな、うん、この いいね、なんかちょっとこう大人の女性みたいなの演出できる色かなっていう風に思いますね。はい、ということでね今3着ね紹介したんですけど、皆さんのお気に入りは見つかりましたか？こうお悩み別でさ、こう私と同じようなこう悩みを持っている子だと、さっき紹介したような、まあ、1個目3個目とかがねおすすめだよっていう話とかして、でちょっとねこう悩んでる人本当にこれ買ってほしい。かなり本当に漏れたから、そう、まあ、男の人だったら、まあ、彼女にプレゼントしてみてもいいと思うし、そう
だからそういう感じでね、まあ、参考にしてもらえたらと思います。ということで今日の動画はここまでになるんですが、この動画が少しでもいいなと思ってくださった方は下のグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。